ても笑ってもこれが最終戦となります。 WE リーグの初年度ノジマステラマイナビ仙台相手、まずは幸先よくこのコーナーキックからの松原のヘディング、これ非常にいいスタートになったんですよね。そうなんですよね、ボールの質ライナー性のボールだったので、はい、そこに点で合わせた形にはなると思うんですけど、松原選手、うまくスペースに入り込ん で、はい、でこのロペス選手がターゲットにいることで、うん、その周りの選手がうまくこうやって活躍できたというところでは素晴らしかったなと思います。まずはキャプテンのゴールで先制すると、またコーナーキックからチャンスは作ります。このターゲットになってロペス、ここね頭で合わせたんですけれどもね、はい、カティはいたんですけれども、残念ながらゴールの枠捉えることできませんでした ね。でここはまたマイナビ仙台の方、裏を狙おうという動きは再三見せてくる中で、久野の飛び出し素晴らしかったですよね。はい、素晴らしい判断決断だったと思います。対0で前半折り返す。ただ後半に入ってからまた流れは変わってきました。交代選手も入ってきて、ここは一騎打ちに、これはね本当このファインセーブでした。いやー、もう足一本残しての素晴らしいセービングでしたね。すると55分です。ここもまたこのアリークロスから宮澤落ち着いて胸トラップからシュート、はい、これ見事でしたね。見事でした。ゴールキーパーが出られないところですよね、はい、ディフェンスとキーパーの間への質の高いクロス、はい、それをダイレクトではなく落ち着いてトラップしてゴールに流し込む、この宮澤選手の技術、はい、素晴らしいゴールだったと思います、今シーズンの3ゴール目を決めたというシーンでした。さらには81分です。ここもまた宮澤が抜け出してきて、久野のこのセーブ、はい、もう完全に裏を抜け出す、はい、ここまでのプレーというのは完璧だったとは思うんですけれども、やはりこの久野選手の最後の壁というのは厚かったかなと思います。1対1の同点で迎えた90分でした。本当に終了間際というところ、浜田キャプテンが決めてくれましたからね、マイナビ仙台からすると、はい、もう決めた瞬間ゴールのみんなが見えたというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、浜田選手はねシーズン通して怪我もあって、こうやって最後の最後にゴールを決めることができて、このマイナビ仙台のチームの象徴かなという試合展開になったのかなと思います、これが最終戦になりました。今年怪我で苦しんでいた浜田が最後ゴールを決めたというシーンでした。で最終戦ホイッスルが鳴って、ノジマステラ神奈川佐永三原対マイナビ仙台レディースの試合は1対2、マイナビ仙台が逆転勝利を飾りました。